まずは勝利おめでとうごござざいいいままますすすありりがとうございます試合を振り返っていただけますかえ今日は立ち上がり、いい時間帯に先制できて、でまあ、後ろも粘り強く守備ができて、で後半、もう絶対追加点取ろうって、ハーフタイム監督からも指示があって、みんなにもそういう気持ちで臨んで、それで追加点をうまく取ることができて、で後ろもゼロで締めて、すごいあの、本当に走れた、本当にいいゲームだったと思ってます、はい、自身のビッグセーブで、何度もピンチを救いました、そのあたり、いかがでしょう。 いや僕まあはい、えー、まあディフェンスと協力して守れたと思ってますあのあとはでも本当みんなの前からの守備の姿勢にまあ僕もうまく乗っていけたんじゃないかなと思います、はい、非常に安倍選手が後方から声を出している姿は印象的でしたその辺りはどのような意識で望んだんでしょうかまあ普段からそうですねまあコーチからもそういうどれだけ声で伝えられることが大切かってことも指導されているんでまあそれをまあ今ぐらいの声をベースに どんどんやっていきたいです。はい。次もホームでの試合が続きます。意気込みをお願いします。やっぱり本当に久しぶりの今日ユースターの試合だったんですけど、本当にいい雰囲気で、もう本当にサポーターの方たちの声も <laughs> 本当に聞こえて、あのやっぱここでできる喜びをこれからも噛みしめながら、もう次も絶対勝ちたいです。はい、ありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。